せっかく高いお金を出して綺麗なストレートヘアを手に入れたんだったら、できるだけ長く楽しみたいですよね。こんにちは、表参道ヘアアーティストあよまるです。今回は宿毛矯正後のアフターケアについて紹介していきたいと思います。宿毛矯正って時間もお金もかかるし、できるだけ綺麗に長持ちさせたいですよね。でもきちんとしたアフターケアができてなければ、綺麗なストレートを長持ちさせることはできません。そこで今回は宿毛矯正後の正しいアフターケアについて詳しく説明していきたいと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、それでは今から宿毛矯正後のアフターケアを6つのポイントに分けて紹介していきたいと思います。まず1つ目、宿毛矯正をかけた当日にシャンプーをしないです。まあ、これはよく言われてることなので、ご存知の方も多いんじゃないかなとは思うんですが、とっても重要なことなので説明していきますね。そもそも宿毛矯正は一剤と言われる薬剤を使って髪を柔らかくして、その後その柔らかくなった髪の毛をアイロンを使って癖を伸ばします。最後に二剤と呼ばれるお薬を使って、その柔らかくなってまっすぐになった髪の毛に張り腰を戻して、その形をキープさせるという工程になります。ただ一剤で柔らかくなった髪の毛に二剤を塗っても、その瞬間すぐ張り腰が戻るっていうわけじゃなくて、時間の経過とともに徐々に徐々に元の張りのある状態に戻っていって、綺麗なストレートヘアに固定されます。この最後に塗った二剤がしっかりと効いてくるまでには24時間丸1日かかると言われていて、その24時間の間って髪の毛すごい不安定で、そんな状態に刺激を与えたりとかシャンプーをするっていうのはあんまりおすすめしません。なので宿毛矯正をかけた後24時間はシャンプーができないことも踏まえた上でスケジュールを立てておくといいかなと思います。例えば焼肉屋さんとか居酒屋さんとか、髪にね匂いがつきやすくなる場所に行ったりとか、ジムや運動してたくさん汗をかくっていうのもできるだけ避けておくのが大切かなと思います。前は48時間シャンプーしちゃダメですって言われることも多かったと思うんですけど、最近は薬剤の進歩だったり美容師さんの技術も向上してるので24時間でまあ割と十分かなって思うんですけど、不安な方は丸2日空けるのもいいかなと思います。そしたら確実ですね。では次にポイント2つ目、24時間経った後のシャンプーも慎重に。宿毛矯正をかけた当日のシャンプーは気をつけなきゃいけないっていうのはさっきお話ししたのでしっかり伝わってると思うんですが、24時間経った後のシャンプーにも気を使う必要があるんですね。例えばあんまり洗浄力の強すぎるシャンプーを使うと髪を傷つけてしまって宿毛矯正の効果を弱めてしまう可能性もあります。なので宿毛矯正後はできるだけ刺激の少ないアミノ酸系のシャンプーを使うことをおすすめします。他にもあんまりね強くゴシゴシって洗いすぎてしまっても髪の毛を傷つけてしまうので、できるだけ優しく洗ってあげるっていうのを意識しながらシャンプーしてください。髪がね絡まないように丁寧に洗いましょう。次にポイント3つ目、トリートメントは入念に。宿毛矯正後の髪の毛って見た目すごいツヤツヤでめちゃくちゃ綺麗なんですけど、実は結構ダメージ受けてます。なのでしっかりトリートメントして髪の毛いたわってあげてください。トリートメントをつけた後にこういった目の洗いコームを使ってトリートメント全体に均等に行き渡らせてあげたりとか、たまにはトリートメントを全体に塗布した状態で蒸しタオルを巻いて髪を5分ぐらい放置してあげると髪の毛を健康に維持することができるのでおすすめです。ではポイント4つ目、ドライヤーはできるだけ低温でする。あんまり高温で髪の毛を乾かすと髪が乾燥してパサついてしまいます。ただやっぱりあんまり時間はかけたくないと思うので、最初は高温でバーって一気に乾かして7、8割ぐらい乾いたら途中で温度ちょっと下げて乾かすっていうのもおすすめです。で最後は冷風を使って髪の毛整えてあげると髪が綺麗になってくれます。まあ、今だとドライヤーが勝手に温度変わって冷風温風交互にやってくれるやつとかもあるのですごい便利ですよね。宿毛矯正後の髪の毛はお風呂出た後できるだけ早く乾かすようにしてください。まあもちろんしてはないと思うんですけど、あの自然乾燥とかは絶対にねやってないですよね。大丈夫ですよね、自然乾燥絶対ダメですよ。次にポイント5つ目、髪は軽く引っ張りながら乾かす。ドライヤーで髪を乾かすときは髪の毛を軽く引っ張りながら乾かすと髪が綺麗に伸びて宿毛矯正の効果を長持ちさせることができます。でこの時ドライヤーをやる前に洗い流さないトリートメントつけて髪の毛を補修してあげるとよりいいです。ドライヤーを適当にやってしまうと髪が広がったり変な癖がついて宿毛矯正の効果がなくなったように錯覚してしまうこともあります。そのせいで宿毛矯正をかけるスパンが早くなってしまうとお金もかかるし髪の毛も余計に傷めてしまうので正直いいことありません。宿毛矯正後はドライヤーのかけ方も意識してやってもらえるといいかなと思います。
正しい乾かし方についてはこちらの動画でしっかり説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。最後にポイント6つ目、宿毛矯正後1週間はヘアアレンジをしないです。宿毛矯正をしてすぐに髪の毛結んだりとかピンで留めたりすると変な癖がついちゃって、せっかくのストレートヘアがうねってしまう可能性があります。最低でも宿毛矯正をかけてから1週間はアレンジせず下ろした状態、綺麗な状態にしておくといいんじゃないかなと思います。たまにこの微妙な長さで肩に乗っかってこう外跳ねの形だとついちゃうって方もいるので、そういう方はなるべく肩に乗らないように後ろに置いておくといいかなと思います。ただどうしても髪の毛を縛らないといけない時は、太めの柔らかいゴムだったり、もうシュシュとかなるべく髪の毛がギュッてならないように負担をかけないように意識したり、必要のない時はできるだけゴム外しておいてください。あとはアイロンだったり巻き髪も同じぐらい、だいたい1週間は空けてもらうといいかなと思います。はい、ということで以上が宿毛矯正後の正しいアフターケアについての紹介でした。せっかく高いお金を出して綺麗なストレートヘアを手に入れたんだったら、できるだけ長く楽しみたいですよね。今日お話ししたことを意識していただけると、より長く綺麗なストレートヘアを維持できると思うので、ぜひ参考にしてください。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。そして、あやまるビーアチャンネルの公式 LINE もあります。LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。